電車で GO プロフェッショナル仕様、今回は大阪環状線を103系で攻めます。エキスが多いので、なんだっけ、ところどころスキップしながら要点だけ押さえて見ていきます。合併して103系の指名が全く分からねえ。制限85、でも関係ないですね。まもなく福島です。福島停車。中央距離出すことはないと思いますね、この路線だったらね。ゲイ。ああ、でした。さあ、制限85も解除されましたね。よし、ここで今度は下がった。一部なのかな、もっとタイミング良かったら押してもらえるかもしれないですね。25秒、残り20秒ぐらい、ちょっと早すぎたね。制限90、制限85、制限90って左側のナビゲーションシステムに映ってるんですけど、まあ出ないですね。少なくともこの制限が出てる間には出せないでしょうね。うん、だ無視。あんま意味を持たないですね、今回。制限今のところ大阪環状線での103系での制限速度中。さあ、ちょっとスピードオーバーかな。まあいいや。残り20秒か。ここ 1.5 キロありますね、運転中から、対象まで。さあ何キロ出るかやってみましょうかと思ったら制限速度あるんだ、60か。で対象駅停車、60キロ制限があったんでそんなにスピード出せないかなってことですね。距離は長いんですけど、一点距離は長いんだけども、スピード出せない、ただオーバーランもするともないでしょう。ただその分スピードを上げて、早めに駅に突っ込んでゆっくり つまをするっていうことはできなくなるので、ちょっとどういうつもり？延着のリスクあるかもしれないですね。ちょっとどういうつもり？停車。さあ足払う橋ここ結構飛ばせますね。特に特に何ちゅうですか、制限もなく飛ばしまくりです。急にいかんかったですね。非常ブレーキ使ってもいいらしいんで非常ブレーキ使いましょう。残り 11m、 1100ぐらいあったら5432行こう。よし、 11m でフルブレーキング非常ブレーキ使って残り1キロないぐらいのスピードで連結する、こうすればいいと思います。よく見たらすんごいのがグレート多いな。
ご注意ください。停車。津波は入った。距離が短いんでね、そんなに加速する余裕はないと思います。残り15秒。結構すぐに着きますね、加速早いと。結構ボーナスあるんだね。ただ警笛をタイミングよく鳴らしたら1秒以上もらえるんですかね。もうあと20秒もあるじゃん。余裕はすぎだ。ちょっとね、ブレーキの使い方が毎回雑だっていう考え方あるんでしょうけどね。まあ素人でございますからね。グレート行かんかった。地下鉄御堂筋線、谷町線はお乗り換えです。さあ、制限60あります。ここで制限60だけど、もうまだ予告でしょ。60確定する頃にさあ、制限オーバーしてる人だったら、これはもう止まれないんじゃないかな。天王寺、天王寺は220m でしょ。まあ、ここで61km 以上、65km か出してて、そこからフルブレーキングってこともまあなくはないんでしょうけどね。時刻表的にそれあったら到着じゃないっけ。特徴を言うと、大阪環状線はそんなに難しくはないです。制限速度も厳しくないし、だって90キロ出ないのに90とか85とかそういった制限速度は出してくると。だから制限速度オーバーはまずはないと。で、駅の、間は短いしね。何が難しいんでしょうね。言うとならば、駅数が多いのでオーバーランする確率が増えるっていうのと、ブレーキが効きづらい。通勤者なのでブレーキングが効きづらい。ブレーキングを早めに行う必要があるということぐらいでしょうかね。エンチェコンリスクもそんなないと思うんでね、そこら辺でしょう。 OK、 おめでとうございます。乗務完了です。